ああ、美少女になりてー、ああ、美少女になりてー、あ、美少女になれるソフトあったー。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、まあ、巷で話題のこれ、カスタムキャストというですね、美少女になれるアプリを、使って、ちょっと今回は美少女になっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、まあ、このカスタムキャスト、もうこのモデリング見ればわかるよね。もうこのモデリング見た瞬間、あ、これだって思うかもしれないんだけど、これカスタムメイド 3D2 とか作ってる会社の人とかが、まあ、共同開発でできてるらしくて、もうモデリングの精度もすげえいいらしいんですよ。なんでちょっと期待していきたいなと思います。カスタムキャストが写真、あ、はい、どうぞ。はい、僕も顔。やっぱね、俺もマイクへのアクセス、あ、しょうがないにゃ。カメラしょうがないにゃ。俺の顔いきなりバーンって映ってさ、ぶっさいくな顔出たらどうする？その時はモザイクで隠すわ。プリセットを作ろう。あなたの分身となる 3D プリセットモデル作りましょう。あ、もう早速いけるんだ。すげえ簡単。配信をしよう。え、こんな簡単にできんの？え、もうこれが可愛いよね。やっぱね、カスメは可愛いっすよ。この子とエッチできたんですよ。カスタムメイド 3D2 は。皆さん、この子とエッチできるんですよ。まあ僕もね、僕あんまりエロゲーやらないけど、もう 3D 系だったらもう、やっぱ、カスメは買ったみたいな。カスメとランスは買ったみたいな。最近だったらあれも買いましたね。素晴らしき日々の HD エディションも買ったんだけど、まあ、やっぱね、そんぐらい入るぐらい、有名ゲームの中に入るぐらい、やっぱカスメはすげえ素晴らしいんですよ。で、これでカスタマイズと。カスタマイズ、サンプルプリセット1。これをカスタマイズしますと。あ、好みにできるんだ。衣装や髪などをカスタマイズ、体型カスタマイズ、こんな風にね、すごい色とかも全部変えられるんですよ。あ、懐かしいな。やっぱね、俺はカスタムメイド、あ、ポーズちょっとさせてみようぜ。ポーズ、はい。あ、セクシーポーズじゃん。セクシーポーズじゃん。これは、あ、これカンコレポーズじゃん。いや、カンコレポーズか知らんけど、ちょっとじゃあカスタマイズしてみよっか。で、今回俺ちょっと動画のタイトルになってるかもしんねえんだけど、俺といえば、フクロウじゃん。俺の顔といえば、フクロウみたいな感じになってんだけど、今回は、まあ、キャラに落とし込もうと思って、うん、つまりどういうことかっていうと、俺の分身たる、フクロウ子ちゃん、フクロウ子ちゃんになろうかな。VTuber、フクロウ、擬人化、VTuber になろうかなって思って、うん、ダガーで囲むような感じですね。キリト、ダガー、キリトみたいな。VTuber、フクロウ、VTuber みたいな。ちょっとやっていきたいと思います。じゃあボディカスタムフクロウだからとか言って、こうやって輪郭をなんかこうど真ん丸にしますよみたいな、なんかそういうやつじゃないんで、ちょっと普通に直立でお願いします。うん、まあこれも悪くはないけど、ちょっと漫画タイムキララになっちゃうね。これ漫画タイムキララじゃないんですよ。俺もなんかもう普通にガチで可愛いフクロウ子ちゃんに行くから、うん、よし行きましょう。顔のサイズ、おー、いいね。ちょっとこうやって顔のサイズ、なんかあれ、なんか俺最近さビビったんだけどさ、スノーでもこんな設定できるの、リアルの顔もさこんな感じにできるのやべえなと思って、俺スノーでこんなんできるんだと思ってびっくらこいちゃった。へえ、まあ、こうやってカスタマイズしていくんだけど、どうしようかな。結構ここで印象変わりそうだね。目のサイズとか目の位置。いいなぁ、こうやって。こうやってね、俺、いじるの好きなんですよ。タムタムスールとかもやってたからさ。もう名前絶対、もう名前言われても全然わかんないでしょ。あ、すごい。フクロウはさ、ちょっとやっぱ、まあ、フクロウなので、眠そうな感じにする。眠そうな感じ。うん、常に。なんかこう、獲物を狙うかのような目にしとくわ。眼球の上下。え、眼球の上下とかも絶対いけんのか。え、すごい、あれ、こんな。デフォがアヘ顔になったらちょっとやばいわ。デフォアヘ顔はちょっとやばいっすよ、パイセン。眼球の横幅はちょっとね、俺は広めがいいっすね。おおほう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 。で、身長。あ、身長ね。やっぱ身長はどうしようかな。俺自身身長はでかいんだけど、どうするそれ。俺を反映させる、身長最強にする、身長最強にしとくか。うん。足の長さ最強にして。ちょっとなんか体型を、フクロウという体型にしようよ。フクロウという体型、さすがにちょっと俺を踏襲とか言ってさ、なんかそれをやるのはちょっとずるいわな。オーケーオーケーオーケー。まあこんな感じにしといて、で、まあ胸は最大でいいや。ちょっとでかすぎるな、これは。ちょっとさすがにフクロウはちょっとまん丸いからね、みたいな感じでさ。でも俺大きめにしようかな。でもでかいな。これギリギリ許されるサイズだと思う？これギリギリ許されるサイズだと思います？もうちょっと下げとこう。こんぐらいにしようよ。足の太さ。
足の太さはね、僕が最近推してる漫画の呪術廻戦っていう作者の芥見ゲゲ先生、足が太いのが好きらしいんですよ。なんでじゃあ僕もちょっとそれに習って芥見ゲゲ先生に習ってちょっと足を太めにしましょう。 OK、 よし、バラバルジュラみたいなの足の太さだと。はい、次ボディーパーツ、ん？ボディーパーツ、あ、こんな感じですごい。あ、これカスタムメイドの、カスタムメイドこんな設定だったわ。髪の毛の色白、あ、いいね、この色にしようよ。あ、こっちの方がいいか、こっちいいな、あ、いい、いいじゃん、これにしようぜ。これにして、で、前髪をそれに合わせる。で、ドレスパーツ、ドレスパーツだって、メイド服セット、あ、すごい、あ、かわいい、これ足太君足太いね、君足太いね、いいのかい、これで君、こんな暗算型でいいんか。ちょっと体の体型変更したわ。これでドレスパーツを変更しようよ。でも服どうしよっかな。メイドになっちゃうのかな。他にプリセットいいのないのかな。こんなんで喋ってたら、やべえだろ。ちょっとさすがに、あ、これでもなんかあれっぽい。グラブルのさ、あの、さあ行こう、空の果てーのやつ。あれっぽい。これにする？で、これで頭抜きにしようぜ。これで頭抜きにして、やばい、かわいい。アチシ可愛いかも。やばい、バーチャル YouTuber 白みたいな。なんだっけ、あそこ、アップランドだっけ、所属してそう。しちゃおっかな何キャラだよ。あ、俺メガネ好きなんでメガネします。いいの？メガネつけて。フクロウなのに。フクロウなのにメガネ、あ、伊達という設定、あえて。あ、いいっすね。あ、でもなんかメガネ、なんか俺ちょっと前リツイートしたけどさ、女の子にメガネをつけるとクレームが来るらしいんだよね。俺はちょっと俺、メガネ好きなんだけどさ、なんか、良くないメガネ。でもなんかね、メガネつけるとクレーム来るらしいっすよ。怖いね、世の中は。僕はメガネ。ここから、ミザの分身は壊れていくこととなる。これでいく？自分を封じてる設定にする？フクロウだけど、目が良すぎて、光を見ると目が潰れてしまうと。普通の日光に当たると目が潰れてしまうので、目を封印してる設定にする？あえて、ここで、すべての設定を取っ払ってさ、これでいく？ちょっと、腕のさ、腕輪とかないの？あまりに強すぎて、自己の力を封印している、極暴に囚われた、最強の囚人設定にしようぜ。それでさ、最強の監守がいるんだよ。監守がいるんだけど、俺じゃあちょっと名前324にするわ。ツイッターの ID RU324 だから。おい、324号動くんじゃないみたいな。ああ、配信がしてえなっていう理由で配信をしてる設定。獄中なんですよ。獄中で、いつでも出られる圧倒的なパワーを持ってるけど、腕枷と目枷と口枷ともう全部つけてんのよ。そう、それにしようぜ。それでさ、ちょっとなんか出てえなーみたいな感じになった瞬間に、バーンとか言ってなんか引きちぎるわけ。もうここら辺、パーン、目のやつ、パーン、腕、バーン、足、バーンみたいな感じでさ、全部吹っ飛ばして戻ってくる。だからこれ、チョーカーつけよ。いいね。やばい、設定固まってきたやん。設定固まってきてるぜ。腕輪とかないの？もっとガチガチなやつないの？ないみたい。じゃあこれにするわ。あえて。ちょっと違和感出す。黒で。黒で違和感出そう。なんかここでだからちょっとバイタルチェックとかされてる。バイタルチェックを。よし。これだろ。できた。で、配信してみよう。これどうやってやるの？配信。プリセット選択。プリセットこれでいいです。はい。324個。これで。で、やっぱ、囚人でしょ、囚人。監修。囚人監修のもと、ないの？ないわ。さすがにないわ。独房は。独房ねえな。独房がいいのに。これで、配信のやり方。あ、すごい。見えてきた、見えてきた、見えてきた。配信ボタンをタッチする。まあ、大丈夫でしょ、これで。顔。あ、いいじゃん、いいじゃん。見える、見える。はーい。どうも。はい、どうも皆さん、こんにちは。囚人フクロウバーチャル YouTuber の324号です。バーン！おい！暴れるんじゃない！
今腕枷をされています。看守に、私が最強すぎるせいで困ったものですね。それじゃあまあ今日は、おいやめろ、暴れるんじゃない。あ、ちょっとそろそろ看守さんが、仲いい看守さんがちょっと怖がってるみたいなので、今日は挨拶ぐらいにしておきますね。またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。ということでね、いかがでしたでしょうか。バーチャル YouTuber 作ってみた、バーチャルキャスト、僕のね、マスコットキャラクター324号、設定としては最強であると。あまりに最強で独房で暮らしてる、でいつでも出られるけれども、まあそのいてやってるパティね、いてやってる独房にいてやってる、いつでも出られる。あ、もうの手首に手枷もついてるし、足枷もついてるんだけど、でももういつでも外せる、バーン外せるから大丈夫な感じのやつで、目も隠してるけど、もう眼力を込めればバーン、目のマスクはバーン吹っ飛んでくっていうような感じで、いつでも解放できるけど、いてやっているという感じのキャラクターですね。囚人番号は324号以上です。まあ、そんな感じのカスタムキャスト、まあ、こんな感じでね、モデリングがやっぱ可愛いから、まあ、こういう風にね、自分好みのキャラクターも作れるっていうことで、皆さんぜひともこんな感じのカスタムキャストをやってみてはいかがでしょうか。という感じで、今回の動画はこれにて終わらせていただきたいと思います。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。